従者が主人より前に出るとはまだまだだな。ジンか。申し訳ありません、お嬢様。よろし。季節柄まだ葉物は少ないな。小遣いももらったことだし、鳥を締めてもらって一緒に煮つけようか。買い物ですか、その格好で。親父に食わせてやりたかったのに。医師としてもクス師としても右に出る者はいないくらいすごい親父だが、何を間違ったのか損得感情というものが欠落している。おかげで本来食いはぐれることがない仕事なのにあんなあばら屋に住んでいる。あまりに飢え死にしそうなら、さすがにやり手ババアが飯を流し込むくらいはしてくれるだろうけど。何ですか？なんで黙っている？別に話すことがないから。何かまずいことでも言ったか？